こんにちは。こんにちは。MJ リサーチ総合探偵社、調査歴20年現役調査員の若梅です。はい、調査を担当している丸一の岡島です。今回はですね、前回撮影しました実録調査ファイル、マッチングアプリ結婚詐欺編で、そちらのですね、解説動画として、岡島と一緒に、動画を見ながら、実際その現場であったことであったりとか、探偵の気持ちであったりとか解説なんかを、今回動画として、撮影していきたいと思いますので、ぜひ皆さんと一緒にここをご覧になっていただければと思います。じゃあ、本編の方、動画を撮影、再生しながら、解説していきたいと思います。現場じゃないと緊張するね。そうなんだね。今回、この調査自体は依頼者30代の女性、健康の前提に付き合っている彼に不信感を感じているという依頼です。私は MJ リサーチ総合探偵社の若梅と申します。これが弊社の面談室で、依頼者さんがここでね、いろんな相談をしていくような場所になるので、会社によってはね、メンタルオフィスだったりとか、本当に面談室なかったりとかっていうのもあるらしいから、本当に自分の目で見てもらいたいところだよね、そこは。あとはそのやはり個人情報をしっかり守らなきゃいけないので、やっぱりパネルだけで筒抜けになってしまうようなところではなく、しっかりその個室で安心できるところで話してもらってます。そうだね、こんな内容のことをファミレスとかで話せないからね。やはり人に喋りづらいようなことを探偵に相談してくるんで、やっぱりしっかり話できるためにはね。で、今回の相談者はマッチングアプリで、ちょっと結婚しようと考えてる相手が、ちょっと不審があるということ で、 その相談を今回受けたんですけども、最初はやっぱり企業経営とか結構言うんだよね。これはあるあるですね。そして言うのが、お金を借り出したらもう必ず返すっていう、でそのお金も返さないっていうのが、本人にとってはそれが初めてのことだから、なかなか気づかない。この動画がね、注意喚起になるとすごくいいかなと思います。しかも今回はもう180万近くもう貸して帰ってきてないということだったので、でまた必ずこの借用書、必ずお金渡すときには貸し、ちゃんと交わさないと、交わさないと後々に大きな問題になってしまうので、ただカップルで交わすってないよね。言えないところだけど、やはりお金のことになったらそこはしっかりやっていかないと、後からね、後悔しちゃうから。お金渡してもう連絡つかずで探してくれっていうのがやっぱり多いんだけど、依頼がそれを調査するのは非常に大変になってきちゃうから、本当に早い段階でよかったと思います。このケースは相談するときに本当にいろんな複雑な気持ちで相談することも辛いし、話すのも辛いし、であと信じたい部分なんかもあって、最初はそうですよね。あとね、勤務先をよく言わないとか、知らないわけないでしょうってみんな思うんですけど、詐欺師っていろんな会社持ってるって言うんだよね。そうですね。でネット系の会社を持ってたりとか、アザブとかね、いろいろみたいな。そうですね、この詐欺案件、もしくはこういった相手を知りたいっていうパターンは、絶対別れたいからっていうわけじゃなく、その相手を信じるためにも一度確認を取りたいと、で実際それが白でしっかりしてるんであれば、そのままお付き合いをする必要もありますし、やはりそのまま結婚ということも考える、その前提として調査を依頼してもらいたいと。事実を知るっていうのは大事。でここからは調査をするためにあたっての、聞き取り面談になるんですけど、やはりここが自分たちはすごく重要になってくるので、どういった相手なのか、交通手段であったり、どのような体制で立候補していくのか、そこをヒアリングしていきます。
こね、あの、まあ、これはヒアリングでね、これを聞いた時にちょっと対象ポルシェ持ってるっていうとバイク出さなきゃいけないのか車も出さなきゃいけないのかっていうのがちょっと自分がドキッとしたところですね。ここから調査がスタートになります。でこれはね、あの待ち合わせ場所にね、はい、まあ、依頼者さんの来てもらって自分たちも張り込み体制を取ると、はい、まあ、この服装を相手に伝えるっていうのは、無線っていうのはあの見えてない相手に伝えなきゃいけないんで、服装であったり色であったりそういったものをもの、ね、見てる人間は当たり前のように分かるけど見てない人間にも伝えるように重要なんだよね、うん、ここが出て左からね。でここはもう店内の中にも調査員の中に入れさせてたから、これはね本当設定できたんで、やっぱり張り込みしやすいお店とかっていうのを最初から段取り組めたんで、お店によっては本当出入り口が2カ所あるところとかあるので、実際の現場だったら本当そこに瞬時に対応しなきゃいけない。こういうお店とかもこっち側でコントロールするんですか？そうです、一番その接触しやすそうな、あと警戒されようない場所を選んで、あのお店設定します。早速で悪いんだけどさ、その前言ってたお金、何で今いきなりもうお金のことを言ってくるっていうのはもう2人の関係性がもう対象に行こうにしてみればもうお金のしか見えてないんで、そればっかりを言ってくる。ね、出会った頃はそうじゃなかったんだろうけどね。借金とか言ってさ、金貸してもらう、これひどいよね。まあ、ね、お金ないから消費者金融ってこいって普通じゃ言えないことなんですけど、これもねやっぱり堂々と言うっていうこの詐欺師の特徴で、ね、もしかしたらね被害者の女性この方だけじゃないかもしれないからね。もらえるところからもらう。この約束っていう言葉が、依頼者、相談者さんを縛るんですよね。これもまたねポイントで、あの自分が大変じゃなくて他の人に大変で、他の人に迷惑かかるからそれは君のせいなんだよっていうことをうまく伝えると、ね、でも冷静に第三者目線で見ると分かりそうなもんなんだけど当事者は分かつかない。この言葉が雨になるんですよね。で今回実際200万って言ってますけど180で、実際の金額をこの対象があまり把握できてないっていうのもポイントになってます。だからもう返す気がないんですよね。ここから尾行が始まるので、まあ絶対人間違いと一番の初動がね大事だから、初動が一番大事。で今回はまたあの車があるっていう情報もあったので、自分がね今回車移動でついていってるんだけど、絶対にもすぐ何かタクシーとか車が出てきた場合は対応できるようについていく、うん、あの歩き対象者がね免許持ってないから、あの車いりませんよとかっていう現場もたまに言われるけど、やっぱり何があるかわからないから、相手が車で迎えに来るってこともあるから、それが対応できるのはしっかりした調査の準備をしていないと追うことができない。ここね最初やっぱり出だしっていうのは警戒するからね、一番多いパターンですよね。最初は警戒してる、だからここで警戒をうまく解除すればそうこの先行きやすくなる。この距離で追えるのってよく言われるんですけど、右側に平行で同じ調査員が、まあ、K の方が横にいるのでこれだけの距離が空けられる。見えてない時はここ走る。そうですね。もうひたすら喋ってるもんね。そうだね。まあ3人だからねこの程度の無線で済んでるけど、もうちょっと4人の現場とかね5人とかになっちゃうと思う。
ルール付けしておかないとみんなが好きなこと喋っちゃうから、実はこれルールあるんだよね、ちゃんと誰が優先だとかね、対象を見てって一番近い人間が一番優先権を持っている。横断歩道、横断して横断して右ね、右、これも早く伝えないと車は信号の絡みで行けなくなっちゃうかもしれないから、横断して右なのか真っ直ぐなのか左なのか、これに応じて車の動き方が全部変わっちゃうからね。この辺はかなり車通りも多かったですし、狭い道も多かったんで、最初僕らついてた時はこれ車どこまで行けんだろうなただここの連携がやっぱりすごいですね。そうですね。馬関連の施設入っちゃってなんだって思ったらね、こういったあの競馬関連の施設であったりとか、あと人混みがかなり多いとこ入られると、うん、もうほんと張り付いていかないと一瞬ね曲がれちゃうからね。そうだね、場所場所だよね。ここはもうね、男しかいないような場所だから、女性の調査員だと逆に目立っちゃうし、であとはそこの入った瞬間にその雰囲気、場所に合ったもの、うん、今の新聞もね、必ず競馬場は新聞買うと、でスーパー入ったら買い物カゴを持つとか、もうほんと細かいところだけどその場に馴染む。ディズニーランド行ったらディズニーカチューシャを買うというように、その場に合わせたものを全部やってる。あと実際こういったところの店内の撮影はね、非常に周りの人も気にするんで、注意して撮っていかなきゃいけないし、カメラ持って入っちゃうと、ちょっとスタッフさんの方のカメラがやはり探偵ではないので、まあ、警備員とか一般の方に、うん、気にされちゃうと、でそういった場合はもうすぐ離脱してもらわなければならない。そうですね、まあ、今回撮影絡んでたんでこういうことになっちゃったけど、あと調査の目的だよね。浮気の調査で競馬やってたってそんなに重要じゃない、うん、今回は詐欺に近い、どういったお金を使われてるのか、依頼者のお金だからね、調査の目的に応じて見ていく、ポイントを絞っていく。これね、何もこの絵面が取れるっていうのがもう周りは何も多分見てないから、そうだね、なんてことない、禁止事項なんか何も気にしてない。で今ちょうど何かを捨てたところこれね、ゴミを捨てるのもすぐね、調査員たちはそれを確認していかないと、ね、これもさっき言ったけど婚前調査みたいな調査になってくると、その人となりっていうのが見えてくるところだから、ね、ここではね、競馬だったからそのどういったものを買ってるのか、あとどのくらいの金額つぎ込んでるのかっていうのが、ゴミに情報が入ってる、うん、そう、ゴミが情報になることありますよね。でこの時外に出たらもうまた車が出てくるかもしれないから、すぐ車移動戻らなきゃいけない、ね、うん、もうタクシーも考えられるし、ここはねもうすぐ走っていかないといけないところだからね、探偵は見えないところで走りますから、本当に走りながらもね、無線聞いてこうがどういう動きしてるのかっていうのを頭に入れてるから、常にね、頭の中で地図を思い描けてないと、で対象がどこにいて調査員がどこにいるか、うん、それを聞きながらついていかなければならない。ここで車も要は歩きのサポートをしていくっていうのが重要で、やはり歩いてる人間は歩きの人間を気にするので、車はあんまり気にしないんだよね。ここら辺からちょっと怪しい感じがなんでこれを見てるんだっていうのが、ただこういった行動がね、対象の予想される動きがどんどん読めてくるんでね、ちょっと予想がつかなかったんだよね。そうだね、さすがにね、この建物の地下に何かあるかで事前にここはちょっと調べてなかったけど、さすがに住民情って書いてある、住民情チャイナまさかね
そうですよね、ポルシェ警戒してましたからね。これを聞いた俺が一番驚くからね。あのもう自分がもう用意しなきゃいけないん で、うん、で必ず早かったですよね。探偵はあの車に自転車積んでますから、何が起きるかわからないので、でまさかここで自転車だとはって、まあ、急いでやはり作ってすぐに、うん、あの尾行体制に整えなきゃいけないので、うん、同時にね、今度自転車の駐輪場の出入り口も確認しなきゃいけないし、で自転車 はね、ある意味ちょっと目離すとすぐいなくなっちゃうから、確認確認、この確認って言葉を聞くともこっちは安心、ある意味、うん、任せるよっていう状態になるので、でここからはね、もう自転車対自転車なんで、もう刑に任せるしかないんだよね。であとはその調査員もまた全部合流させなきゃいけないので、ここでね、マルチを乗せると、まあね、状況によっては置いてっちゃうこともあるからね。ダッシュダッシュ、こういった時はもうすぐにでも1秒でも早く、1秒で巻かれるパターンがあるから、うん、巻かれる時は本当一緒。でここからもう刑の無線を聞きながら、要は自分たちは車でついていくと、うん、だここ無線の誘導が重要になってくるんで、この信号を渡らず右とか、うん、通過とか、しっかりその目印を言いながら方向を伝えていくんです。マーベさん了解、車入れない、車入れないと、ここに情報がない、まあ、今はナビがあるからね、いいけど昔はナビなくてね、なかったからね、地図を見てたからね。何を言ってんだろうってこっちはちょっと思ったんだけど、飲食店ではなさそうですね。あ、でも多大子の料金とか書いてある、これあの卑猥な、卑猥な、本当にそのお店なのかどうか、まあ、お客かどうか、うんうん、経営者かどうかとかっていうのになってくるから、はい、ただね、車で行っちゃ無理だもん、無理か、できるか、この時もね、あの調査員がどういったところで張り込みできるかっていうのを事前に見て、そうだね、そこはもう絶対、でその立ち回ったところはね、すぐあの検索して何のお店なのか、でそれでやはり風俗っていうのが分かったと。やっぱりあの車だけでずっと聞いてるんじゃなくて、現場の確認をすることが重要になってきて、こういった場所張り込みがね厳しい、まあ、まだ昼間だからね、人いないけど、うん、夜で呼び込みの男性立ってたりとかするから、そうするともう機材も設置できないと挟んで、うん、いろんな方向を挟まなきゃいけないってなると人数が必然的に必要になっちゃう。一人で張り込みしてたら目の前に立つしかないからね、まずね、一人で張り込んで話しかけられたりするからね。こういう場所は、うん、今回はこういったカメラをね使って、でその場に合わせて、気づかれないようなものを作って、それで仕掛けてこの車からこのモニターで張り込みができると、はい、そうするとね、警戒されることなく、しかも映像もしっかり撮れるから、着替えもやっぱりするんですね。そうですね、着替えていかないと、着替えもね、必ず車の中に着替えを用意して、うん、長期現場になれば何度も着替えるし、警戒されたりとか気にされたりしたらすぐに着替え、何着ももちろん一番切り替わるのは私服からスーツに変わるね、うん、全く人が変わるん でこのようにね、モニターで張り込みして出てくるのがこうやって見れると、うん、